はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。このチャンネルでは、私が一日一冊本を読んで、その内容をご紹介しています。 これまでに450冊以上の本をご紹介してきましたけれども、主にビジネス書とか、英語学習についての本、また心理学についての本なんかをご紹介することが多いです。でその他のジャンルについては、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。また、この動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本は、こちらの直感と理論、あ、論理をつなぐ思考法と。 いうタイトルの本になりますでこの本はですね、えー、まあビジネス書になると思うんですけれどもまああのー、まあ論理立てて、えー、戦略を考えたり する方法と、まあ、あのクリエイティビティを発揮して物事を解決する方法の、まあ、両方を達成するには、まあ、どういったアプローチが有効なのかということを、まあ、説明した本だったと思います。で今日は、えっと、3点面白かったなと思うところをピックアップしてご紹介したいと思います。でまず1点目なんですけれどもこの本の中でその我々が普段、まああの主にビジネスにおいて何かを考える思考サイクルには、まあ、4つのサイクルがありますということが説明されています。で1つ目は改善 思考でですねでこの改善思考っていうのはまあ、何か課題があるつまり課題ドリブンであってまあ、課題を解決しようというまあ、意思のもと、えー、起こる思考であってでさらに、えー、既存の技術をまあ、あの改善するとつまり1を100にする1を10にするといったようなアプローチがまあ、1つ目の改善思考。 2つ目はそこからまああの少しまあ進歩というかしていて、えー、戦略思考というもので、えー、とこれはまあ何かこういうふうにあるべきだとか、えー、こういう状態でありたいというようなまあビジョン からまあ、スタートしてビジョンドリブンで、えーまあ、既存の技術を組み合わせて1を10にしたり100にすると、まあ、既存の技術や戦略、まあ、あのを組み合わせていくと、まあ、それが戦略思考ですね。で、えーとまあ、また別のアプローチとしてこの本の中で3つ目デザイン思考というのが語られていてこれはどういうものかっていうと,、えーとまあ、ある課題がある例えば、えー、エレベーターの開くと閉じるのボタンが あってそれをどういうふうにこう指認しやすくするかとかまあ何でもいいんですけどある課題があってそこに対してデザインでアプローチをしていくと。でえっと以前えっとこの方はですねえっとちょっと名前を忘れてしまったんですけど21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由だったかなっていう本でまあそのデザイン思考っていうものの重要性をまあ説明してるんですけれども。 まあ、ある課題に対してそのデザインのアプローチで、えー、今までになかったものゼロを1にしていくと、まあ、そういうアプローチが、えーまあ、3つ目のアプローチとして考えられますというふうに言ってます。で最後4つ目のアプローチとしてこの本の中で一番アピールされているのがビジョン思考というものであってでこれは、えーとまあ、夢とか、えー、理想とかビジョンに、まあ、あのモチベートされている、まあ、ビジョンがド,リド,リドライバーになっていてでさらにゼロをに 一にするというようなアプローチができていると、つまり、えっ、ー、と自分が、えー、まあ、考えてこうあるべきだっていう風うに思ったもの、まあ、ビジョンをモチベーションにして、さらに、えー、既存の技術にないものを使って。 えまあ01をすするというようよなアプローチですねで今ちょっと言葉でしゃべると分かりにくいんですけれどもあのマトリックスを取ると、まあ、この4つっていうのは、えー、と一方の軸に課題ドリブンなのかビジョンドリブンなのかっていうのが取れてもう一方の、えー、それに直行する軸にまあ01なのか1100なのかっていうところのまあ軸が取れるとでこの4つがあるんですけれども、まあ、今後はビジョン思考が最も重要ですよということを言ってます。 でまあ、例として挙げられているのは Apple、まあの製品とか、えーまあ、イーロンマスクの、まあ、ビジネスとかですね、まあ、そういった、えー、壮大なビジョンを持って、えー、全くなかったものを作り上げていくのには、まあ、この考え方が重要ですよというところを、まあ、説明していますこれは非常に重要なポイントだと思います二、えー、点目ですねでじゃあなどういうふうにそのビジョン思考という、えー、思考に思い至ってさらに行動していくのかというポイントとして えーまあ、説明されてるところがあるんですけれどもこれが2点目ですねで、えーとまあ、今改善戦略デザインビジョン思考っていう4つがあって、まあ、特にその4つ目のビジョン思考っていうのが大切だというお話をしましたけれども、えーまあ、このビジョン思考で考えるためにはですねこの4つの考え方から一度外れる必要があるということを言っています。ちょっとあのこうきつねにつにままれれたようですけれどもこの4つの えーまあ、思考から一度外れて自分のやりたいことをぼーっと考える、まあ、ぼーっとというか、えー、と一回ゼロ,ゼロリセットをして余白を作ってというふうに書いてあったんですけど余白を作って自分が本当にやりたいことを、まあ、探索するような時期っていうのを意図的に作っていく必要があるんですということを言っています。でこれはあのビジョンのアトリエというふうにこの本の中では言われてるんですけれども。 えー、まあ,あの先の例えば改善改善って日々の仕事を取り組んだりとか、まあ、戦略を立てて強豪に勝つにはとか、まあ、デザイン性を持ってお客様に魅力的な製品をとかっていうところから一度離れるとで、まあ、ビジョン思考っていうのが一発目からできればいいんですけどなかなかその普通の人には難しいんでこのビジョンのアトリエに立ち返ってきて、まあ、こう思考をこう練っていくというかそういうプロセスが必要だって言ってるんですけどその まあ、ビジョンのアトリエにも4つプロセスがあるというふうに説明をしていて1つ目が妄想で2つ目が知覚3つ目が組み替えで4つ目が表現というふうに説明されています。で、えっと、まず妄想っていうのは、まあ、分かりやすいと思うんですけども、まあ、こんな技術があったらいいなとかこんなビジネスがあったらいいなっていうことを、まあ、ぼーっと考えること。で次の知覚っていうステップは、えっとまあ、何がその、まあ、妄想を達成するのにこうなんていうどういう技術が使えるかとか うんとどういう業界が近いかとかこうちょっとあの自分の周りを見渡してピンとくるようなヒントを探すことで3つ目の組み替えっていうのが、えーまあ、もう少し具体的にそのコンセプトを作り上げていく。 っていう、まあ、あの段階で4つ目の表現というのが、まあ、プロトタイプを作って、まあ、実際にお客さんとか、まあ、市場に、えーまあ、訴えかけていくような段階と。で、えー、とこれらのプロセスは、えー、とこうぐる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 繰り返されながら、まあ、洗練されていくとそして、えー、とこの洗練された結果ずっとビジョンのアトリエにこもるのではなくて。 最終的には何かのきっかけそのまあ市場の流行りすたりであったりとか技術的なまあブレイクスルーであったりを利用して、えー、先ほど最初に説明したそのビジョン思考っていうところにまあ立ち返ってくる必要があるとというか、まあ、あのこの妄想近く組み換え表現っていうのをずっと繰り返していくことによって、えー、自分のビジョンを膨らましつつ「0 1をまあ達成するということでこのビジョン思考っていうのを、えー、まあ達成することができるんですよということがまあ書かれていました。 この2年がです、ねえー、とこの本の中で、まあ、非常に重要なポイントかなと思ったんですけれども、まあ、あと後半はです、ねえーまあ、これ3点目になるんですけれども今日、えーとまあ、その妄想知覚組み換え表現というのを、まあ、具体的にどういうふうに行っていくのかというのが本の後半で書かれていました。 で例えば妄想っていうところで言うと、まあ、手を動かしながら考えるっていうのが重要ですということが書かれています。で、まあ、これは人間の,あの体の作りとして、まあ、手っていうのが一番感覚に優れているっていうこととか、まあ、あとは机の上で,あの机で座っているだけではなくていろいろ動かしながら物事を行いながらヒントを得ながら、えー、考えていくっていうのが重要ですっていうことであったりとか、まあ、あの組み替えの場合で言うと、まあ、あのポストイットなんか使うといいですよっていうのが紹介されていて。 えまあ書書きででいいていくとですねどうしてもそれを消したりとか線を二重線を引いたりとかまあそういう作業が必要ですしまあ組み替えたりすることが難しい順番を入れ替えたりするというのは難しいんですけれどもポストイットの場合であればホワイトボードにペタ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 って貼っていってまあ分類を組み替えたりとか順番を入れ替えたりとかしやすいのでまあそういうアプローチが有効ですというようなことがまあ書いてありましたまあ、あと表現というところで言うとあのこれ重要だと思うんですけれどもあの先ほどプロトタイプを作るというふうに言いましたけれどもプロトタイプをまあ作ったあとはですねそれを応援してくれるような人をまあ 意図的にまあまずは最初は、えー、見つけることととが重要でですすいいうここも書いてありますでこれは多くのスタートアップのビジネスでも重要だと思うんですけれどもあのやっぱり最初の段階ではですね100%完璧なものはできてないですので、まあ、そういう時に何か批判的な目を持ってる人のところにそれを持ってってしまうとまあ、アイディアとかコンセプトっていうのが潰れてしまうのであのまあ、そういったまあ、あの細かい具体的なあのまあ、こうなんていうステージの進め方についてもまあ後半書かれていました。はい あのーでまあ、ちょっとこれで以上なんですけれども個人的にはですねその、まあ、ビジョン思考っていうのが重要ですっていうところは、まあ、感覚的には理解していたんですけどもそのビジョン思考っていうところにたどり着くためにですねじゃあ具体的にどういうアプローチが必要なのかっていうところをこの妄想知覚組み換え表現というふうに、えーまあ、あの説明してそのビジョンのアトリエというふうにタイトルをつけているところは非常に素晴らしいなと思いました。でまあ私自身の経験としてもですね日頃の,あの仕事を進める時にあの気をつけていることとして、えー、と自分が まあ、ある程度をストレッチすればできる課題,、まあ、課題とか仕事とあとはもうあの自分がとにかくやりたいこと自分がこうビジョンを持っていてこういうふうにやりたいなと思っていることっていうのを2つ並行して進めるっていうことを気をつけてたんですけれどもこれはあの、まあ、この本の中でも説明されているそのビジョンのアトリエっていうのが大事なんだけどもそこにこもりっぱなしじゃなくてあ,のある段階ではその まああの実際の市場に戻ってきてアウトプットしなきゃいけないよっていうことが書かれてたんですけど、まあ、その辺の感覚とあの合致するのかなと思って読んでました。だからあの この本はですね、そのまあ、普段ビジネスでガチガチになってる人にもおすすめですし、逆にそのまあアートアート、クリエイトクリエイトっていう風うにばっかり言ってる人にもおすすめで、まあそのまさにその直感と論理をまあつなぐ、そうつなぐだけではなくて、その間を行き来するような発想が持てる一冊かなという風うに思いました。はい、ちょっと長くなってますけれども、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。失礼します。